模擬大選手権大丈夫って書いてあって思い出した。やらなきゃ。教えてくれてありがとうございます。やばい、ずっとこの調子で喋り続けるところだった。ありがとうございます。ということで、ここで今週の配信メンバーで争う麦帯選手権をやりたいと思います。今週の競技は10センチの線を引こうです。紙にフリーハンドでまっすぐ線を引きます。週の中で10センチに一番近かった人にご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。はい、月曜日なので私からなので、もう早速やっちゃいたいと思います。私こういうの得意だし結構自信あります。10センチの線を描こう。いや毎回行くって言われるけど、でも結構こういう長さには自信があって、よし、じゃあ行きますね。振りが丁寧、振りじゃないんですってば。行きますよ。5センチ5センチ、はい、10センチ描きました。どうですか、短い長い、お、短いと長いが一緒ぐらいだ。ちょっとこれは自信が測ります。 6.5 ですね。 6.5 なんですけど、でもちょっとこうこう書いてる部分があるので、まあ直線にしたら10、大体10には届くと思うんですけど、まあでも一応ここは 6.5 ってことにしときますね。でも 6.5 ってぴったりなんで、切りがいいんで、まあ実質勝ちかなって思うんですけど、スケッチブックどこに行った、あ、あった、これは実質勝ちかなって思う。書きます。月曜日はい実質1位です。って感じでやりましょう。え、ここに書けばいいんだね。え、普通に線書けばいいんだよね。書きますね。書きますよ。10センチ？どれぐらいかな。これぐらいじゃない？もうちょっと長いかも。これぐらい？測ればいいんだよね。え、めちゃくちゃいい線いってない？見て。え、すごくない？ 9.6 9.6 センチだって、すごいじゃん。で、これ架け橋ちゃんの次に書けばいいんだよね。架け橋ちゃんは 6.5 センチだったんだ。結構短めで。なんて言ったっけ？ 9.6 か。はーい、こんな感じで、これか、これですね。月曜日の
架橋さんは 6.5cm、 火曜日の伊藤さんが 9.6cm ということで、あー、フリーハンドでまっすぐ描くんですね、直線を。あー、なるほどなるほど。描いてみましょう。まっすぐな線を描くって難しいですよね。まずよし、スタート。10cm か、 10cm、 10cm ってこんなもんかな。大丈夫ない？さあ、測ってみましょう。お、あー、9センチぴったり。これちょっとどう見せればいいんだろう。あ、9センチぴったり。あと1センチだったのね。じゃあこれ書いていきます。9.6 って相当惜しいですよね。これはもう伊藤純奈ちゃんなんじゃないですか。水曜日鈴木、いや、ね、9cm。 さあ、でも感じです。架橋ちゃん 6.5cm、 これか。おー、でも6cm も 9cm もあんまりこう大差がないように見えるな、私には。このミリ単位で勝敗が決まってくるみたいですね。楽しかった。9センチか、1センチの誤差がありました、私には。架橋さやか 6.5cm、 伊藤純奈さんが 9.6cm、 鈴木愛理さんが 9cm ということで、え、結構すごいですね。先輩すごいな。負けませんよ、やろうかな。じゃあ、いや、9センチってどれぐらいなんですかね。9センチ、10センチか。危ない危ない危ない。そう、10センチやってみようかな。じゃあもう書いてみます。いきます。膝の上で書くね。じゃあ、用意スタート。ピー、これぐらい、わかんない、怖いよ。怖い怖い怖い。はい、ってどう、長い気もするな。じゃあ測っていきますか。定規どこかあります。測っていきますよ。え、大丈夫かな。どうなんだろう、長いかな短いかな。いきます。でん、お、はい、これ 10.5 ですかね。 10.4 かな、 10.5 かな、5か、 10.5 ということで、あれ、どうなんだろう、 10.5 って。待ってよ、なんで長石メンバーさんは 10.5。 うん、ということでね、ちょっと長かったね。負けちゃったのかな、これ。木曜日、神奈川さや 10.5 センチメートル。私、神奈川さえは、はい、 10.5cm ということでね。待ってよ、伊藤純奈さんが 0.4cm でしょ。私が 0.5、 負けました。あら、ということでね、伊藤純奈さんが優勝です。おめでとうございます。すごい、惜しい。え、コメント欄、あ、止まっちゃったかと思った。危ない危ない。え、ギリギリ負けた、ギリギリ負けたのかな。いや、でもすごいな、やっぱ先輩って。青春ってよくわからねえ、青春って
よく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 うーんやるしかねえ。